こんにちは、シュウです。今回は進化前レイベン使っていこうかなと思います。リーダースキルが非属性の HP2 倍、HP50 倍か12倍、3色以上攻撃2倍、コンボ加算。はい、やっていきます。いや、すごいよねこのキャラ、レイベン。何がすごいかっていうと、なんかパズドラって割と複数コンボしないと火力出ないことあるんだけど、この1コンボ144倍って結構画期的だと思う。だからこんなんでいけんじゃない？いいね。なんか結構唯一無二感ね、このレイベン。なんか新しいよね。で、これも光だけはさすがに無理か。これも光だけでワンチャンいけんじゃないかなと。いや、一回やってみる。まあいいか、これで。いや、ワンチャンいけるんじゃない？これも。いいね、いいね、いいね。いや、すごいね。なんか画期的なキャラじゃん。私結構このキャラ好き。いや、ここはね、無効貫通は一応光あんのか。ちょっとここカットします。よし、色を着たんでいきます。ただね、ちょっと使うの難しいよね。HP50% 以下にしつつ、まあこういう闘技場とか先生とかも気をつけないといけないから、だから普通のなんか集会とかですごいいいかもね。なんで闘技場とかそういう向きでは正直ない気がする。なんだけど本当にすげえ楽しいなっていう感じある。いや、でみんなこれ見た、これ。この、パズドラのなんかフォロワーが260万人いったらしいんだよね。で、その記念で、期間限定ダンジョン。が出ますよみたいな。で、その期間限定ダンジョンに稀に登場するキャラがノエル P なんとかの宝玉。この宝玉のさ、場違い感すごくない？宝玉で悩む人多分あんまいないだろうね。なんか宝玉じゃないの出そうよかったのにね。上のノエルと P は結構わかるじゃん。なんだけど宝玉だけこの釣り合ってない感あるよね。なんか昔ああいうのあったよね、村コレとか。村これってなんだっけ、ゴッドフェスで出るんだっけ、ちょ、あんま覚えてねえや。とか、なんかアンケートもなかった。それも、フォロワー何人で、これ、受けます。うん。で、これ次、潜水あるけど、多分耐えれると思うんで、回復しないでいくわ。で、これもこんなんでいけんじゃない ?4 コンボ。ちょっと、落ち込みきちゃったけど。いいね、この回復の HP50% 調整がすごいむずい。なんだっけ、村これで、そのゴッドフェスで上位アンケートの3体ぐらいが出ますよ、排出率上げますよとか。あとダンジョンとかもあったよね、アンケートダンジョンみたいな。そこでエキドナのスキル上げとかすげえやってたと思う。で、ちょ、これカットします。 OK、 ぶち殺しちゃうと溜まってポーゼ使います。私前も動画で言ったんだけど、私がやってほしい村これっていうか、その何万人記念でやってほしいやつがあって、そこの前も言ったんだけど、動くアンケート、進化アンケート。そのアンケートを取って、上位3体ぐらいのキャラを動かしますよっていう。これ結構熱いよね。なんか、今だとさ、もう、アンケート取って上位のキャラをゴッドフェスで当たりやすくしますよ、みたいな。そういうのやってもそんな盛り上がんないと思うんだけど、その上位何体動いたキャラを、アンケート取って動くキャラを動かしますよ、みたいな。それ熱くない？私だと何だろう、動いてほしいキャラ。まあ、正直そんな思いつかないんだよね。動いてほしいキャラ。なんかパズドラ結構強いキャラ動いてるじゃないですか。なんだろうな。あ、でもあれ、ラードラとかラグドラとか動いてほしいかも。てか、あそこら辺は純粋にさ、なんかアンケートとかじゃなくて、もう一回強くなってほしいよみたいな人いいんじゃない？で、ここはなんだろう、火、闇、水消そうか。火、闇、水でいきます。いや、すごいね。こんなんでいいじゃん、もうヘッポコンボで。次確か先生なかったはず。いいね、爽快感がすごい。で、こういう時だよね、こういう次先生あるんですよ。なんでこういう時にしっかり HP50 倍以上保っていかないといけないんで、そうだから割とメルね、必須とまでは言わないかもしれないけど、めちゃめちゃ欲しいと思う。これ多分メルいないとね、回復力間に合ってないと思うんだよ。いや、いいね、メルでそう完璧に補える。で、属性もね、このレイベンのリーダースキルが火属性対象なんだよ。で、ちょうどね、メルの副属性が火だから、なんか完璧に当てはまってるなーっていう感じある。で、ここもワンパンしちゃいます。そう、ラグドラとかあそこら辺ね、なんか今、モンポリューだっけ？あれで活躍してんのあれだけだもんね。オデドラ。ただ逆に言うと、オデドラの活躍はすごいよね。なんか普通のガチャキャラよりも輝いてる。最近追加されないよね、モンポリューみたいのを。なんかね、第1弾のモンポリュで、ここ四つ消し入れようか。第1弾のモンポリュあって、で、第2弾のモンポリュも来たんだよ。で、それはね、割と
どれぐらいで1年半年もう経たないぐらいで、その第2弾ドーンって来たんだよね、確か。違ったらごめんなさい。なんだけど、第3弾って来ないよね。まあ、第1弾がそのラードラ系。で、第2弾が、シンファとかシャンメイとか、まあ、そこら辺。うわぁ、ちょっとカット。オッケー、戻った。で、これリーダーのスキルなんだっけ、全然見てなかったな。スキル確認オンで、HP が1になる。あ、これダメージ吸収、属性吸収無効か。普通に忘れてたな。うわ、これさっきもしたら溜まってた、あの、フォークラー戦。全然私忘れてたわ。組んで、はい。いや、これさ、こっちの方がいいかな。わかります？この、433より44の方が良かったかな。いや、でも44の方良さそうだね。433より。4つメインにした方が良かったと思う。いや、いいね。これ完璧だね。で、ここも、そうだね。ちょっと回復来るまでカットします。で、そう、キャラね、動かすの結構大変なのか、もうは知らない。私あんまそういう技術系のことにわかんないんだけど。でもさ、なんか昔に比べてやっぱフォロワーって伸びにくくなってんじゃん、多分パズドラ。なんでせっかくだしね、やってほしいな、その動く瞬間アンケート。なんか他にあったかな、この260万人突破して。やっぱ村ポレってすごいね。これ昔からの響き。あ、でも、え、あ、いや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 、誰で思ってねえの。くっそ。ギダグレ持ってねえし。いや、そう、パズドラあるあるで80杯に引っかかるっていうね。あ、ただこれあれじゃない？スキルの、いや、これやばいな。HP80 杯以下の120じゃねえ。12倍の12倍、144倍出てないから、攻撃力が2倍しか出ないんだよ。なんで、ここ回復読んで、2倍で全然削んない戦法でいけないかな。これ、いや、素敵すぎる。2倍だからね、2倍。いや、そうだね。2倍だと全然削んないよね。で、これやっぱメルいないとさ、回復力やばくて HP 何倍かになっちゃうね。そこどうすっかだな。こうか。OK だね。なんとか HP80 倍以上保って、あのラインに行かないようにしたい。HP50 倍か。切ってるね。切ってる。こうなると、ラストターンぐらいに倒したい。29000なら耐えれるもんね。29000なら耐えれる。OK だね。このタイミングで行くと、覚醒無効終わる。で、次の先生はね、確かなかったはず。で、倍率はめちゃめちゃ出るんで、覚醒無効で覚醒なくても多分、余裕で持っていけると思う。はい。いいね。完璧だね。完璧なタイミング。OK。多分これで全然いけると思う。覚醒なくても。OK。で、フレンドなんか溜まったな。タイガーランプレッジか。いや、いい。どうせ割合くらいんだね。割合くらいの。で、ここはね、多分4-3で消せば全然問題ないと思う。いや、メル強いね、やっぱ。でもやっぱ周回かなっていう感じするメインは。全然難しいダンジョンもいけるけど、なんかこんな感じで先生のね、対応とか若干大変だから。まあ、ここさ、怖いな。削っちゃいそう。いや、これ狙いに行く？ちょ、火力見るためにも狙いに行く？闇全処理の、闇全処理の、はい。OK。で、ここで闇なければいけると思う。いや、さすがに厳しいのかな？めちゃめちゃ火力出ると思うんだよね、私。はい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 。多分闇なければいけると思う。え？オッケーオッケーオッケー。副属性で結構回復するね。うわ、そうか、相手の属性光だったからか。ちょ、もう一回やります。今もう積んだと思った。積んだと思った。で、次闇来たらアウトなんじゃないかな。さっき副属性光だったから回復してくれたと思うんだよ。なんで、ここで闇来ると多分アウトだと思う。組みます。はい。はい。わ、これごめんなさい。水組みなかったね、非常に。まあ、正直でもいけるはいけると思う。いや、いけると思う。闇入ってないもんね。いや、いいね。あの写真名すごい硬いで有名なんだけどね。それをものとも。で、イルシックスも多分余裕でいけると思う。マジ強えな。なんかこのぶっ壊れ火力っていうのが楽しい。これ火力出てんのかな？私、
一回見ようか。誰見ればいいんだ。水にセットあるけど、一応フレンド見ます。フレンドのカリ君見ます。初めてカリ君見ます。どれぐらい出てる。あ、これあれだ、 HP50% 以上あるわ。嘘、ごめんなさい。テオール使って来て、色、色はある。これヘラやられてくるんで、これ使って54で消そうか。いや、53にしかなんねえか。まあでも多分いけんじゃないかな。そう、結構これやっちゃうんだよね、私 HP あれをできなくて。結構忘れちゃうの、これパズドラで HP のあれ調整みたいな。いや、落とせてるね。今木落とせないと思ったけど落ちた。いや、やっぱ4つ消しないとヘラでやられんな、きっと。確か10何万。いや、これヘラ出ないでほしい、マジでお願い。オッケー。ここなんすけど、一応このロールバライダーが持ってんだよ、無効貫通。なんで火の無効貫通でいこうか。ちょっと色あんま来なかったらカットします。そうだね。いや違う、火の無効貫通だもんね。なんで火は取っといて光は消すのか。はい。1234567、いるね。で、ここで光消しても全然 OK だと思う。で、私最初ね、裏運命の三振行こうと思ったんだよ。なんで裏運命行こうと思うと、お邪魔耐性とか完璧にしてたんだよね。なんでこんな感じで結構完璧になってる。 OK だ、 OK、 完璧だね。 HP50% 以下であれだもんね。なんでここは普通に光吸収入るけど全然いけると思います。あべ、根性忘れてた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 、根性。よし、ここまで来た。これさ、結構簡単にいけんじゃないかな。え、やってみる、これ。いや、ちょっと試したい、私が出ててる。3コンボ、いや、無理か、さすがに。いや、どうしよう、私、結構火力出ちゃうからさ、こんなんでいけんじゃない。いや、ちょ、ふざけてます。以上、よろしくお願いします。こんなんでいけんじゃない。いやー、すごいね。楽しいね、これ。ここも、いや、どうしよう、ここ。いや、ここ、いや、ここは3コンボ厳しいか。4コンボぐらいやっとくか。火の列入れの、一応やられたら嫌なんで4つ消しでこれで。でもこれで倒せなくても私の回復は間に合うと思う。いや、これは無理かな、さすがに。こっちの方が硬さは硬いもんね。HP はこっちの方が多い。おお、すげえ。普通に楽しい。で、これは、待って、これやられないよね。OK だね。で、ここは普通に、全体攻撃入れて、で、ここも適当にこんなんでいいんじゃないかな。あ、全体になってないけど、まあ、多分持っていけると思う。いけ。いや、いいね。普通に楽しかった。